これうまい、まあ、巡り合わせですね、うん、これなんていうこれビール40%とかレモンとかね、あ、これ美味しいな。あ、これがそのパスタか。そう。米粒大ぐらいのパスタ。うん。なんかこうやってかけたら美味しいわ。芯の残った米。すごい、いただきます。なんか油に出る。出すんやけど。これもよう見るね。買って帰られるね。このチーズ。これ何？フードだよ、何がある？魚丸揚げ。これはなんかちょっと顔がすごい特徴的な魚やね。あ、淡白で白のやつで美味しい。エビ入ってるし超うまそう。それ何？これがナポリタン。ああ。ナポリタン。安いんですよね。5ユーロやね。では時刻8時過ぎてからね、さらに人の入りが多くなってきましたね。こういうのアペリティーボっていうの。あんだけ食べて飲んでして、なんと6ユーロという激安でございます。アペリティーボ皆さんぜひご利用ください。ちなみにこれがあの子供用のコルクの座布団です。隣の道路甘っ。ポポンちょっと食べ出して。これが、これイチジクか。おっ、うん、おっ、梅。イチジクうまっ。ぜひこの、あのこの店ね、あれイチジクジェラート買ってください。これはうまい。いや、ちょっとね、伝統優秀。カップのここがね、めっちゃ小さいんですよ、穴が。これみんなどうやって持ってんのやろ。こうやって持ってんのこれ。クリーム入ってた。こうやってほら、めっちゃ甘くて美味しいです。だからあの、要するにまあ運転していいかどうかっていう、はい、動画も面白かったらチャンネル登録といい評価お願いします。それでは明日の60分、ごめんさよならで、俺がやるママテペレスです。良い一日を。最後でいいもんにやり合いました。あ、で、今からジェラートです。